一般社団法人公共建築協会は、国土交通省関係の業者、個人で構成する業界団体、建築材料、設備機材等の品質性能評価事業などを実施している。以前は、国土交通省大臣官房官庁営全部所管の社団法人であったが、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人へ移行した。国、 自治体等の公共施設建設に際しての業務支援については多くの実績を有するが行政機関の国志役に徹するため団体名が表に出ることは少ない。業務支援の一例として新国立劇場、九州沖縄サミットプレスセンター、京都芸品館、福佐市庁舎、大田市民会館などの基本構想、計画策定業務、設計者選定業務等がある。 特に設計者選定については、プロポーザルマニュアルを編集、発行しており、適正な設計者選定システムの構築に向け、東京会に対する建築会の期待は大きい。国および地方自治体の各種公共施設建設に関する、コンサルティング業務公共建築省の運営公共建築物に使用する材料等の評価事業雑誌、公共建築の編集。 発行公共建築標準仕様書、公共建築工事管理指針等書籍の編集、発行公共建築物に関する各種講演会、セミナーの企画等、ありがとうございます。